バックトゥザフューチャーの面白さって僕はね、顔芸だと思うんですよ。子供向けの芸っていうのを超A 級の俳優とか超 A 級のアイディアでやってしまうというふうなところなんですね。顔芸といえばやっぱドクなんですよ。ドクブラウンなんですけども、例えばこれデロリアンの中から出てくる初登場シーンなんですけども、完全にカメラ目線なんですよ。で、必要ないのにペン加えて面白い顔してるんですよね。で、この次です。この次はですね、マーティーとですね、1955年で初めて出会う時に頭に脳波読み取り装置を受けて、やっぱ目をギョロッと向いてますね。面白顔するんですよ。で、一番下はですね、稲光がどんどん雷がやってくる時にですね、時計台の上に登ったら、ただ単に時計台の上になんかパンサーの置物があったというだけでびっくりして、こうでかい口を開けて叫んでるというだけなんですけども、ドク・ブラウンってこの映画の中ではもうこういう役なんですよ。それが絶妙のタイミングと、そのマーティーとかのリアクションとかが割と呆れた顔とかの絶妙なのですごく面白いんですよ。この楽しさっていうのがバックトゥザフューチャーの僕は魅力だと思ってます。で、顔芸でね、もう一つ押さえたいのがロレイン、つまりマーティーのお母さんですね。マーティーのお母さんですね、自分の家にマーティーを招待した時の惚れた表情ですね。もうこのもう好きだわトローンっていうのがですね、わかる。これももう演技じゃないんですよ。もう顔芸なんですよ、完全に顔芸なんですよ。で、このマーティーが、自分を無理に誘ったビフを殴ってくれた時にですね、マーティーがですね、スケボーみたいなもので、戦って勝つと、その時に素敵だわっていう時のやっぱこの惚れ顔も顔芸なんですけど、その後の子どこに住んでるのかしら、絶対に突き止めてみせるわって、この2コマ目から3コマ目が一つの演技の塊なんですよね。で、やってることはもうただ単に笑顔、口が笑顔のまま変わらずにですね、やや上唇を引き締めて、で、顔の角度を変えるだけ、いわゆるおでこの角度を素敵だわーっていう、こういう上げてる顔から突き止めてみせるっていう、下げてるだけなんですよ。でもこれだけでわかるっていうですね、これも演技というよりは顔芸なんですよねこの面白さがこうすごい楽しいですね。こういう単なる顔芸をまるで演技のように見せてるですね。もうこれをやってくると映画が楽しくなるんですよ。他の役者さんは基本的にバックトゥザフューチャーってメインのキャラクターはそのお父さんのジョージ役の人も全員顔芸するんですけどもですね、もう普通の抑えた演技とこの顔芸の演技が交互に来ることによって楽しさが抜群に上がってるんですね。あとですね、バックトゥザフューチャーが好きなのは時代のギャップ、この時代だからこれ知ってる知らないっていうのをですね、アイディアで見せてくれるところです。真ん中が最初のコマです。ジョージ、お父さんジョージとマーティーが会った時にですね、呼び出して会ったんですけどもですね、マーティーが一生懸命ですね、ペプシの瓶の栓をこうねじって開けようとするんですね。で、どうしたんだというと、なかなか開かないんだ、そうすると上に行きますと、お父さんはですね、その自動販売機について栓抜きでポンと栓を抜いてマーティーに渡します。で、そのままお父さん行ってしまうんですけども、マーティーはですね、栓抜きっていう顔でですね、一番下見てるわけですね。で、これ何かっていうとですね、80年代のアメリカ、映画の舞台になった1985年っていうのはどういう時代だったかっていうと、アメリカにペットボトルがなかった時代なんですよ。で、日本っていうのはそのプラスチックボトル、ペットボトルが早いうちに普及したんですけども、アメリカ人にとってやっぱソフトドリンクっていうのは瓶で飲むものっていうイメージがあったんでですね、普及してなかったんですね。なのでガラスの瓶の上にツイストキャップっていうのかな、ビールの王冠みたいなもんなんだけども、手でグッとひねって開けれる瓶っていうのが80年代すごく多かったんですよ。なのでマーティンは昔のペプシもですね、瓶だから当然ツイストキャップみたいなもんだろうと思うんですけども、1955年にそんなものがなくてですね、何も知らない。それまでこのやっぱシーンは何で面白いのかっていうと、それまでね、何も知らなかったジョージというかですね、ダメな男だったお父さんジョージ、何も知らないジョージが唯一この1955年の常識ですね、栓抜きで栓を開けるっていうごく単純なことをやって観客が笑うと、そうするとマーティーがですね、栓抜きって何なのっていう顔で見てるところがちゃんとギャグになってるんですね。こういうですね、顔芸と込みのですね、時代のギャップっていうのを細かい演技で出してくれてるところが面白いと思います。一番ね、楽しいのはですね、やっぱ完璧な脚本なんですよ。伏線伏線回収伏線回収っていうのをやっていて、
で、この伏線も全部回収するのっていうのは、この、なんだろうな、脚本の完璧さがバック・トゥ・ザ・フューチャーの魅力でもあるんですけども、一番最初ですね、ドクのガレージからですね、始まります。シーン1はドクのガレージですね。まあ、とにかくこのドク・ブラウンのガレージがすごい情報量で、まず一番最初、無数の時計が動いてると。全部が8時5分前になっていて、で、自動的にテレビがついて、研究所からですね、プルトニウムが盗まれたというニュースが流れます。で、カメラがパンするとですね、壁に、この、時計以外に壁にもですね、いろんなものがあるんですけども、額装した新聞ですね。つまり額に入れた新聞です。ちょっと暗いんですけども、新聞記事です。これをドックは壁に入れとってるんですね。で、ブラウン屋敷が、火事で亡くなった、焼失したっていう記事なんですけども、あまりね、これ見てると気がつきにくいんですけども、マーティのお父さんやお母さんが負け犬だっていうのは、1985年のね、現代では負け犬だってことはわかるんですけども、ドクも実は同じなんですよ。ガレージに住んでるんですね。ガレージに住んでいて、30年前、1955年に戻った時には、ブラウン屋敷っていうですね、かなり大きいお屋敷に住んで、その端っこのガレージの前に高級車が止まってて、で、その奥にガレージがあったんですけど、もう30年後の現代ですね、ドクはその高級車もなくしてしまってて、トラック1台持ってるだけなんですね。で、そのガレージの中の粗末なベッドで寝泊まりしてるんですよ。だから、で、簡易ベッドの周りにはですね、テイクアウト、まあ、なんだろうな、バーガーキングとかそういうのの紙とかも散らかっててですね、この30年でドクっていうのがどんなに落ちぶれて貧しくなったのかっていうのがですね、もう見てわかる。ドクもやっぱ負け犬なんですね。実はドクっていうのは、ドクブラウンっていうのはですね、目的のためには手段を選ばない人なんですね。さっきのですね、この新聞記事、ブラウン屋敷が火事で焼失なんですけども、これ自分の家が焼けた記事をなんで飾ってるのかというと、実はこれドクが自分の家に放火したからなんですね。で、保険金目当てでですね、放火して、それが成功したので、記念に飾ってるんですよ。見てよ、新聞見てみろと、バレてないと。で、保険金もらったので科学の研究を続けてると。で、ドクっていうのはそのシナリオの第1項第2項あたりまでの設定ではですね、マンハッタン計画にも参加した、すごい若い頃にマンハッタン計画にも参加した核物理学者なんですね。で、その後落ちぶれたという設定なんですよ。で、こんな風にですね、ドクターエメット・ブラウンの設定というのはね、すごい細かいんですよね。で、ドクの設定めちゃくちゃ細かいんですけど、実は主人公のマーティの設定って少ないんですよ。薄っぺらいのが多いっていうのは、まず映画のシーンがあると決めると、カードに書いてあるそうです。ロバート・ゼメキスとですね、ボゲイルの2人、脚本家と監督の2人はカードに書く。で、カードに書くときに、マーティはスケボーをする、じゃあ1955年でマーティはスケボーを発明することにしよう、じゃあマーティはスケボーが得意だというキャラクターにしよう、じゃあマーティがスケボーでいろんなところを走るシーンを映画の中に入れなきゃいけないって、こういうふうに逆算的にですね、映画のシーンまず決めてから設定決めてたんですけど、マーティっていうのはそういうふうに映画の骨格の中でキャラクターが決められたんですけども、ドクター・ブラウンというのはその逆で、もっと最初の頃からこの人は昔はこんなことをやってたっていうのが決まってたんですね。で、マーティのお兄さんとかお姉さんの設定も、もう本当に薄っぺらいんですよ。ただ、でもドクの場合はですね、ドクター・ブラウンの場合はですね、お父さんとお母さんがアメリカにですね、移住してくる時のこととかですね、マーティに出会う前までっていうのはすごいね、丹念に設定されてるんですね。で、なんでかっていうと、実はもともとバック・トゥ・ザ・フューチャーのですね、企画段階の主役はドクター・エメット・ブラウンだったからなんですよ。バック・トゥ・ザ・フューチャーっていうのは企画から完成まで10年かかってます。ボブ・ゲイルと、ロバート・ゼメキスがこんな映画作ろうよって言ったのが1975年なんですよね。で、完成したのが85年だから、もう10年かかってるんですけど、そのうちの半分の5年間ですね、実はドクが主役の設定だったんですよ。世間から認められていないちょっとおかしい科学者がうっかりタイムマシンを発明して、で、未来世界を見に行ってしまう話だったんですね。で、これがですね、途中から高校生を主人公にっていうふうに、まあ、路線変更したんですよ。だから、このガレージのシーンっていろいろ矛盾している設定を入れながらですね、伏線を張っているので、かなり複雑になっているんですね。そもそもなぜマーティとドクは友達なのか、
これもね、準備校には書いてるんですよ。で、今発表されている映画評論家とかそういう人がいる、言ってる設定では、なんでドクとマーティーは親友だったのか、それはマーティーがドクのところでアルバイトをして、でそこでドクの人間性っていうのにマーティーが好きになって友達になったんだっていうのが公式設定になってるんですけど、準備校ではもっと深いというかひどいのがあってですね、日本に落とした原爆を開発した計画に参加した科学者なんですけど、その後落ちぶれてですね、で大物の映画館ですね、映画の中で最後にデロリアンが突っ込む映画館、あそこのですね3階に住んでたんですね。で、あの3階に住んでて、で下で上映している映画をですね無断で録画して、で海賊版ビデオを作ってる仕事だったんですよ。でマーティーはその海賊版ビデオを作っている、もう本当に準備校のドクろくでもない人物なんですけどですね、でマーティーはですね、そのドクの家に忍び込んだコソ泥 でそのコソ泥だったんだけども、マーティードクの家に置いてある発明品とかが面白いから、ちょっと2人でコンビ組んで海賊版ビデオをドクが作って、マーティーがそれを売りさばいて、でマーティー売りさばいた金で競馬のですね掛け金にして買うと。でその競馬をやりたいんだけども、ちょっと未来が知れたら金持ちになれるのにっていうのが少年マーティー のタイムマシン乗りたい動機っていうですね、えぐい話だった。これね、映画撮影直前ぐらいまでのシナリオなんですよ。こんな感じだったんですね。だからまあ、今も言った通りですね、ドクっていうのは欲しいものを手に入れるためにですね、割と多少の犯罪は気にしないですね、まさにマッドサイエンティストとして設定されている。だから盗んだプルトニウムがですね、まあ、ドーンと置いてあるわけですね。